これより作戦を開始する。間合いが甘いな。やらせてもらうぞ。こちらファング1、攻撃目標を捕捉、仕留めるぞ。当たれいくぞ。直撃させる。逃がさんぞ。そこだ。もらった。あれに当たるわけにはいかない。この程度で、これで。ああ、大丈夫だ。はっきり聞こえているぜ。私、知りませんでした。ルース注意はエースパイロットというだけじゃなく、艦長を説得するのもお得意だったんですね。実は女の子を口説くのも得意なんだぜ。ルース注意？すまない。気分がちょっと張り詰めていたものでね。メガビームランチャーの充填率はどうですか？順調だ。やっとこの怪物も目を覚ましてくれそうだ。何度も言いますが、 G04 は危険な状態に入ってます。発射可動点を超えた時点でメガビームランチャーを使用してください。いや、断ってばかりで悪いが、それはできない。俺はこいつを最大出力まで持っていく。フルパワーでなけりゃアーバーワクーに向かっている艦隊までは届かない。奴らを行かせるわけにはいかないからな。しかし、ルース注意。まあ見てろよ。次のターンには発射する。俺は結構土壇場には強運を発揮するタイプなんだぜ。あと1ターンだ。これ以上はないっていうぐらいの見せ場を作ってやるよ。
捕まえたぞ。落ちろ。行くぞ。落ちろ。やったな。いけるか。させるか。よし、こちら G04、 最大出力のドライブに成功。これより発射する。俺はこの閃光の果てに馬鹿げた戦いの終結を見出したいんだ。あと少しなんだ。持ってくれよ G04。 メガ粒子の縮体確認。メガビームラッチャードライブ、いけやりました、ルース注意。ルース注意、聞こえますか？応答してください。 G04 から緊急信号が出ています。聞こえますか？注意。聞こえているさ、ミュウ。どうしたんです？異常が発生したのなら早く脱出をしてください。それがダメなんだ。ハッチが壊れちまっている。無茶なことをさせたんで、どうやらこいつがへそを曲げたらしい。そんな、まあ仕方ねえさ。泣き声なんて聞かれちまったら恥ずかしいから、もう切るぜ。待って、レース。みんなによろしくな。そしてありがとうと伝えてくれ。諦めないで、ルース！救いはねえか。それでも無駄死にではないよな、フォルド。